です、5月に緊急事態宣言が解除されて今もう6月なんですけども皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっとですね、全国的にはもう第2波の恐れみたいな話もちょっと出ててですね、ちょっと気も緩みがちかなというところではあるんですけども、やっぱまあこのコロナの案件っていうのは結構まあ端的に終わる内容ではなくて、ちょっと長期的にまあワクチンが確立するまでは付き合っていかなきゃいけないといった形になるんでしょうかね。まあうちの会社もですね、6月に入って、まあ、勤務形態もまた元に戻るのかななんて思ってたら、やっぱテレワークをちょっと継続することになってて、まあ、会社によっては6月から通常の勤務に戻っているところも結構あると思うんですけども、まあ、やっぱ長期的な目線から考えても、まあ、会社的な目線で考えてもやっぱ在宅ワークと、まあ、今後通常勤務っていうのを組み合わせていくような働き方が日本のスタンダードになっていくんじゃないですかね。今日はですね、またそのテレワークとか在宅ワークっていう部分をちょっとまあ有効に活用するですね、製品を紹介する動画を作っていこうかなと思っています。その製品がこちらですね。じゃん。はい、これパナソニックのですね、リニアモータードライブのバリカンですね。ヘアバリカン ERSC の 60S っていうやつですね。で、このバリカンに関してはですね、まあフィリップスとかですね、まあいろいろ海外のメーカーも出してるんですけども、まあ美容師さんに聞いてもですね、このパナソニック製っていうのがやっぱ非常に評判が高いんですよ。で、このパナソニック製のバリカンっていうのはプロも使ってるモデルもあるぐらいでですね、まあ家庭でまあ気軽に使えるモデルから、プロも実際に美容室で使ってるモデルまで幅広く結構出てます。で、やっぱり何よりも非常に切れ味がいいということでですね、まあ僕もプロモデルとちょっとどうしようかなって迷ったんですけども、このパナソニックのですね、ERSC の 60S というのは家庭用モデルの多分最上機種に当たるものですね。モーターがですね、リニアモーターを使用しているといった部分が、非常に、魅力的な製品でもあります。で、じゃあこのリニアモーターっていうのは一体何なんだっていう部分で言うと、裏に書いてあるんですけども、まあ、通常のバリカン、僕が今持ってるものもそうなんですけども、まあ、充電してですね、充電が要は少なくなってくると、だんだんこの回転のモーターのパワーが弱くなってくるんですよね。なので、まあ、刃の結局この振りでですね、結局毛を刈っていくんですけど、これのスピードが遅くなっていくんですよ。イコールだから髪の毛が切れにくくなるといった形なんですが、このリニアモーターに関しては充電時間がですね、まあ残りわずかという部分に関しても速度、要は刃の振りの速度が変わらないといったところが一つ非常に強いメリットになります。で、それからですね、この刃の形状、これがやっぱりパナソニック独特のものなんですけども、この45度の刃っていうのを使ってるんですね。で、こう刃と刃をこうすり合わせて切っていくような形になるんですけども、この隙間の部分ですね、この隙間の部分っていうのも非常に面積を広く設けることによってですね、一気に毛を集めてですね、それでカットをするといったことができるといったものです。で、この45度の刃っていうのがその髪の毛を切る上で最適とされている刃の角度らしいです。なので非常にプロにも評判が高いというのがパナソニック製の、バリカンですね。で、実際にですね、まあ、この製品の機能なんですけど、まずはコードレスというところですね。で、コードを気にせずにカットが可能。これ結構大きいです。で、それから充電、交流式っていうのがですね、この本体にコンセントを充電しながらも使用することができるといったものですね。今僕が持っている製品も、当然コードを使ってですね、充電をするんですけども、充電中はですね、この本体のスイッチが入らないんですよ。なので充電しながら使用することはできないんですけど、この交流式っていうのは充電をしながらも使用することができるといった応用性が非常に高い製品になっています。それからウォータースルー洗浄、これ後で詳しく説明しますけど、基本バリカンってまあ髪の毛を刈り終わった後のですね、後始末が非常に大変なんですけれども、この製品に関してはウォータースルー洗浄といった形で水で毛をこう流しやすくしてあるといった工夫がされています。で、それから3段階の充電残量ランプ。これもヒゲ剃りで言うと今時当たり前なんですけど、このバリカンっていうのは今までこういったインジケーターがついているケースっていうのは実は少なくてですね、いつ充電が終わるかわからないみたいな製品が結構ありました。だけどこれは、まあ今どれぐらいの充電の残量がありますっていうのを、このハイ、ミドル、ローというゲージで、確認ができるといった形になってますね。
で、まあ、あと、付属品として充電スタンドがついてますよ、まあ、トラベルポーチがついてますよというのと、あとここですね、やっぱ1時間でフル充電ができる。僕の、今持ってるバリカンもそうなんですけども、結構そのバリカンって充電するのに8時間ぐらいかかってですね、で実際の駆動が40分みたいな感じのやつが結構主流だったんですけど、この製品はですね、1時間フル充電で、かつですね、連続使用で60分。まあ、人の髪の毛を切るのでですね、バリカンを使ってもずっと60分フル稼働してるっていうのはまずまずないんですけど、まあ、そういった部分では十分なスペックだと思いますね。で、国内海外も療養で行けますよというのと、リチウムイオン電池を使ってます。スイッチロックがついてますといった形ですね。じゃあ早速ですね、この製品の中身を開けていきましょう。じゃあ開けていきます。じゃん。JPN ジャパンって書いてますね。ちなみにこのバリカンは日本製ですね。この辺もやっぱ、まあ従来で言えばインバウンドにも非常に人気がある理由ですね。で、ちなみに今ですね、こういった特にパナソニックのバリカンはですね、なかなかコロナ事情で手に入らないんですよ。それだけやっぱりもう家庭で要はその髪の毛を切るっていうのが、まあお父さん世代、それから若い世代も今フェードカットみたいなのが流行ってるんで、そういった部分に対して需要が多分増えてるんでしょうね。で、このパナソニックのリニアモータードライブ手に入れるのも相当実は苦労しました。まあ中身開けるとこんな形です。で、ちなみに裏側にはですね、まあ取扱説明書と、こういったですね、収納のポーチが入ってます。ベルベット調で結構しっかりしてますね。いい感じだと思いますけど。まあこれ実際まあトラベル用で持っていくっていうことはあんまりちょっと需要として考えにくいかなと思うんですけども、まあヒゲとかを結局整える方とかっていうのはこういうので持っていくんですかね。僕はだから家で保管しておくベースでの、ケースとして使用しようと思ってます。よいしょ。で、説明書ですね。まあこんな形で入っています。ERSC の60。ちなみにこれ ERSC の60って SB の60っていうのもあって、それはヒゲをメインにしたリニアカッターですね。ベースは多分あんまり変わらないかと思うんですけど、刃の広さとかは違ったりします。まあ、取り扱いとしては非常にシンプルなので、説明書はあえて説明しませんが、まあ、使い方とかですね。まあこう、一応セルフカットの仕方みたいなのもこうやって載ってたりはします。まあこんなもんですね。あと刃のお手入れのやつが載ってたりしますけど。まあこういった説明書が入っています。で、こいつがですね、本体ですね。じゃーん。かっこいいですよね。シルバー調で。裏はちなみにブラックになってます。ダイヤルがついてまして。で、最初からこのアタッチメントはついてますね。アタッチメントついてるんですけども。でですね、この真ん中の部分っていうのが仮高の長さを変える、調整レバーになります。で、これが実はプロ用と家庭用は結構違いがありまして、この調整レバーがついてないものも結構家庭用は多いんですけど、このリニアモーターのやつはこれがついてますね。で、単位で言うと 0.5 ミリ単位で調整することができます。で、これを動かすと、ここのアタッチメントの部分が動いていくわけですね。こんな形で。で、細かく調整することができるといった形で、今流行っているフェードカットとか非常にしやすいような内容になっています。で、ちなみにこれプロモデルのですね、この仮高調整っていうのは 0.5 じゃなくて 0.3 ミリなんですね。ここが、プロモデルと家庭用のスペックの違いだと思います。ただ僕が自分でセルフで使用するにあたってですね、僕丸坊主では当然ないので、その 0.3 ミリ単位で調節する必要は正直ないので、僕はこれで十分ですね。で、このアタッチメント。これ最初から一応製品についてるんですけど、このような形で取り外すことができます。で、直刃のベースで言うと、これ約 0.5 ミリぐらいじゃないかと言われています。で、ここがですね、結局、このバリカンのすごいところで、水をですね、ここの真上から当ててやることで、流水でこう、水がこっちに流れていくんで、刃に溜まった毛くずっていうのをこう、取りやすくなっているといった形ですね。まあこの刃自体も取れるんですけれども、実際はだからその使用し終わった後っていうのをわざわざ刃を取ってメンテナンスすることなく、ここに流水を当てて水で流してやればいいと。そういう仕様になってます。で、ちょっと電源入れてみましょう。充電はしときましたけど、音はこんな感じですね。ちょっと高音な音ですかね。で、今、ボタンを押した時に、
まあ、充電残量がどれぐらいあるかといった形でこうやって表示してくれます。これが今までのバリカンであるようでなかった感じですね。ちょっと遅れてるんですけども、で一応ウォッシャブルって書いてますね。でこれちなみにですね、こういったスイッチ型のボタンになってるんで、これをボタンを2秒長押しするとこういった、鍵マークが点滅します。そうするとですね、単純にこうボタンを押してもスイッチが動かなくなります。だからケースに入れてこう外を持っていくときっていうのもロックがかけられますよといった感じになりますね。でこれ解除するときはこのボタンをさらに2秒長押しです。そうすると動き出すんで、そうすると通常のオンオフというのができる形になります。刃も結構なスピードで、やっぱリニアなんでね、高速にすごい動いてくれます。非常にいいと思いますね。結構この見た目軽いんですよ。でこの軽さがちょっと安っぽいっていう人もいるかもしれないんですけど、僕は結構これ気に入ってますね。やっぱバリカンってセルフでやる部分には、僕は後ろの方も自分でやったりするんですけど、軽いに越したことないんですよ。やっぱ手疲れてくるんで、まあ、そういった部分でも非常にメリットが高いかなというふうに思ってます。でですね、その他の付属品で、これが電源のコードですね。充電器、まあ、この辺はまあそこそこボリュームありますが、昔に比べたら全然この変換器もちっちゃくなりましたかね。まあ、こんな形になってまして、で充電の口としてはですね、この後ろ側についてますので、ここの部分にですね、この凸の部分を合わせて交差してコンセントに入れて充電をすると、で約1時間でフル充電ができますといった形になってます。でその他ですね、ついてるものとしては、よいしょ、もう一つの方の仮高アタッチメントですね。これが最初についてた方で、こっちの方が見て分かる通り長いと思います。なのでこのアタッチメントをですね、これつけるときっていうのは、ここからですね、真上にこう、こうかな、ここに溝がありますんで、この溝に合わせてですね、こうやってつけてやるんですけども、こんな感じですね。これがですね、アタッチメントで言うと B っていう形になります。B、下のところに書いてますよね。なので A の最初についてたアタッチメントより、長いような設定になってまして、最大で20ミリといった長さで、まあこれぐらい、20ミリだから2センチですね。2センチぐらい残すような仕様ができるといった形になります。なのでですね、まあ耳周り近辺を整える部分に関しては、あんまりこれは正直使わないかなというふうに思ってるんですけどね。まあ通常の多分この、アタッチメントでいうと A ですね、 A の部分が、まあひげを整える部分にもこれがすごくいいのかなというふうには思ってます。まあこのアタッチメントがついてますよと。でその他ですね、付属品としてはこういった充電スタンドがついてますね。でこの充電スタンドは、まあ、ここに接続口がありまして、まあ、だから通常、例えば洗面所とかに置いておく人はこれを使えばいいんでしょうね。まあ、ここに挿しておいてですね。で、こうか。よっ。こんな感じでこうスタンド状に立てておけるといったものになりますね。僕はまあ基本的にバリカンって毎日使うものではないので、ケースにしまっておく前提なんで、あんまりこれは使用しないかなというふうに思いますけど。でその他入ってるのはですね、手入れ用のブラシ、それからですね、まあこういったですね、刃用のオイルというのがついています。まあこれが以上になりますね。まあ必要最低限の道具が揃っているといった形です。僕からするともうちょっとアタッチメントが豊富にあってもよかったのかなというふうには思いますが、まあこの仮高の調整ができるっていうことは、まあいろいろ応用性も効くんじゃないかなというふうには思ってます。まあじゃあちょっとですね、実際にこれ使用してみてどの程度切れるのかというのをちょっと検証してみましょう。今ちょっと場所を洗面所に移動しました。じゃあ早速これを使っていこうと思います。ちょっと試しでですね、耳周りだけちょこっと軽くやろうかなと思ってます。で使うアタッチメントは A ですね。なので A で最初はどうでしょう、6ミリから8ミリ、まあ8ミリにしときますか、ちょっと怖いんでね、この8ミリの、長さでちょっとやってみようと思います。じゃあ早速ちょっとやっていきましょう。スイッチ入れます。この耳元ですね、わあ、やっぱすごい切れる感じしますね。
どうでしょう、こんな感じで仕上がるわけです。もっと丁寧にやればちゃんとできますけど、後でちょっと写真を載っけとくようにしますが、まあこんな形で切れるわけですね。で、使用終わった後です。これがやっぱりこの製品のすごいところで、まずこのアタッチメントを外します。まあ今日は少ししか切ってないんであれですけども、まあこのアタッチメントを後で流水で流すとして、で、この刃の部分に見えますかね、毛が詰まってると思うんですけども、これをですね、まあこういった流水にここの部分に当ててやることで、簡単に毛が流れるんですね。これがやっぱ手入れが非常にしやすいです。めちゃくちゃ楽です。通常はですね、バリカンの刃外して洗わなきゃいけないんですけども、こういった形で毛先のクズというのがすぐ流れるんで非常に楽です。いかがでしたでしょうか。今日はですね、まあ在宅ベースでも、自分で髪の毛の手入れができるといった内容でですね、パナソニックのリニアモータードライブのバリカンですね、ERSC の 60S の紹介をした動画でした。まあやっぱこういった製品があるとですね、まあおじさんからしてみると、やっぱ襟元とかですね、まあその身回りをきれいにしておくってことは、やっぱ清潔感につながる部分もあるので、僕としては非常にまあおすすめができる製品かなというふうに思います。まあこれ以上髪の毛が薄くなるようだったら坊主にしようとも思ってますし、そうなった時にはわざわざまあ坊主で美容室に行くのももったいないですしね。まあプロの方にはちょっと申し訳ないんですけども、まあ自分でできる部分っていうのはできる限り自分でやった方が、まあこの新コロナ時代と言われるところに対してまあいいのかなというふうには思ってます。まあ今ちょっと品薄でなかなか手に入らないと思うんですけどもね、この動画を見てちょっと参考になった方がいれば、ぜひ興味があればですね、一回検索してみるといいと思います。今日はですね、パナソニックのリニアヘアカッターERSC の 60S の紹介動画でした。動画の最後にはチャンネル登録の動画も用意してますので、気に入っていただければ皆さんぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。